ハロー常磐部屋の職人皆さん、10月になり随分寒くなりました。寒暖の差が大きいです。体調管理には十分お気をつけてお過ごしください。新村はブタクサの花粉症で鼻が詰まって苦しいです。さて、先週にとっても嬉しいことがありました。日立から常磐病院の評判を聞いてわざわざ受診していただいた方がいました。あるご老人夫婦ですけれども、旦那さんの弟さんの運転で泌尿科を初診されました。今回はどうしましたかと尋ねると、日立総合病院で8月に膀胱がんの手術をしたんだけれども、主治医は若い先生でまだ取り切れてないから11月にまた手術をすると言われて心配になってきましたとおっしゃいます。日立から遠いいわきまで大変でしたねと聞くと、大変でした、ナビを見てきたら平の消防署まで間違えて行ってしまって、やっとのことで常磐病院にたどり着いたのとのことです。ナビがぐるぐるして全然役に立たなかったと言っておりました。そんなに苦労していらっしゃったからには力になってあげたかったのですが、紹介状も何もなく正確な病状が全然わかりません。奥さんは膀胱がんが治らないんだったら評判の良いと聞いた常磐病院で見てもらいたくて来たんですということでした。常磐病院で治療するにはやっぱりですね、一から検査し直すことになります。そしてご老人が日立から何度も常磐病院に帰るのは大変です。本人たちのお話によると、膀胱全摘するほどではなく TURBT をやってまだがんが残ってるかもしれないぐらいの状況らしいです。そのためセカンド TURBT でがんの残存を確認することになっているんだと思いました。これは常磐病院でもですね、セカンド TURBT は通常行っていることです。そういったその旨をですね、常磐病院と日立総合病院も変わらないということを説明して、日立総合病院の泌尿科もロボットが入ってたり常磐病院と変わらない治療をしているから安心して治療を受けてくださいと伝えて納得して帰っていただきました。常磐病院の評判が日立まで届いているのかと思うと感無量でした。協会長の思いである浜通り1の泌尿科病院を築く目標は達成され、なんとですよ、日立までその評判が届くと常磐病院が時は会になり、12年経ちますけれども、これまでの努力は無駄ではなかったということですね。というわけで常磐病院は確実にいろいろな人に良い意味で見られています。実際板橋中央病院や南相馬病院から研修や専攻医の先生がいらっしゃったり、あといろんな職種で学生実習の皆さんがやってきたりしています。これらの皆さんは常磐病院はどんな病院なんだろうと興味津々で我々を見ています。これらのゲストの先生方、学生さんたちをがっかりさせないためにも、職員一人一人の意識の高い診療をこれからもよろしくお願いいたします。それでは今週も元気にお仕事いってらっしゃい。